埼玉県公立高等学校26年度4番の問題です。4番です。一辺の長さが8センチメートルの正方形 ABC レイを次の1から3のように折りますとあります。どういうことをしているかというと、まあ、8センチ8センチ8センチの正方形をですね、 AD の真ん中を E、BC の真ん中を中点 F としてそこに、まあ、折り目を入れてますね。そしてですね、この D という直線をですね、その EF に重なるように折り返します。同じくですね、 A というのもですね、やはりこの EF、まあ、さっきの G に重なるように折り返すということなんです。それでまた元に戻しますということを言っています。それぞれの座標でカッコ1、ちょっと問題をね見ていきましょう。カッコ1はですね、まずは、三角形の合同を示せという問題です。三角形の、ABJ と三角形の DAI が合同であることを証明しなさい。まあ、ここでありますけども AD とですね折り返してますんで AG または DG、 これは同じ長さ8センチ8センチ8センチの正三角形になるということですね。しかもですね、折り返してますからちょうど三角形の ADH と AGH はこれは合同ですので60度、正三角形の一角のですね、半分にしたら30度、30度、同じく角の ADI もですね、GDI も30度になります。これがまとめたものです。正三角形があってちょうど30度に切ってます。そうしますとですね、まあ、三角形 AGD は一辺8センチの正三角形ですので、ちょうどですね、角度30度、ここのところは90度です。そしてあと60度、でこちらの ABJ もですね、やっぱ90度、30、30ですから残りは30度、30、60ということは、8センチメートルですね、両方とも8センチメートルの横が30度と90度、30度と90度の8センチ、したがって、三角形 ABJ と三角形 DAI はですね、一辺とその両端がそれぞれ等しいという合同条件で、これは、合同だということが証明できます。で、カッコの2はですね、今度は角度なんですけども、角度を求めなさいとなっています。角度のところはどこかと言いますと DNH、 DNH ですね。ここで三角形のですね、 AND、 三角形の AND で今のこの角の DNH というのは、を外角とするとですね、ちょうど隣り合わない内角、角の DAN と ADN を足したものだと思います。そうしますとですね、まあ先ほど30度と今度は D から B に引いたものは正方形の対角線で45度となります。その30度と45度を足したのが答えです。75度となれば2番は正解です。まあ、3番はですね、三角形 ABM の面積を求めなさいということです。三角形 ABM で AB をですね、底辺とした場合その高さが分かれば 8×2 分の 1× 高さで出るんですけども、この高さですね、まあ、高さは横のちょうど BF の4センチはありません。4センチはないんですけども、これ三角形の ABM と GMKK はですね、ちょうどこの DB と EF の中点、まあ、正方形の、対角線の交点なんですけども、ここのところに、ね、ちょうど相似な三角形が見えてます。で、相似な三角形のですね、このを利用しますと、例えば ABM 対 GMK のですね、相似比が分かればその相似比同士を足した分のこの ABM の相似比を分子に持っていって、そこにこの4センチをかければ4センチの中の、まあ、どのくらいかということが分かってきます。例えばですよ、4センチでこちらの方が3対1とした場合には、3と1を足したのを分母4分のこちらの3、4分の 3×4 では高さが3センチということが分かります。じゃあこの場合はいくつかというと、 E から G までの長さは、8、まあ、これ4、そしてここの高さは、1対2対ルート3ですので、4ルート3からちょうどこの4センチ半分ですね、8センチ半分4を引いた、
このところは4ルート3からこの4センチを引いたのが K から G ということになります。こちらは8ですので、そうしますと、ここでまとめていきますと、8足すことの足し足すことですよ、4ルート3マイナス4を分母に置いといて、分子の方はそこに8、その数にこの4センチをかけてあげれば答えが出てくると思います。答えというのは高さなんですけども、それちょっとね見ていきましょう。E 時間が4ルート3、正三角形の高さです。E 圏間が4センチ、AD の中点。ゆえに KG は4ルート3マイナス4センチメートル。三角形 ABM は2分の1三角形ですんでね。これが底辺の8センチだった場合、高さは4かける。この2つの総 8センチと4ルート3マイナス4を足した分の8ですね。まあ、8対4ルート3マイナス4ですんで、かけてあげると高さが出てくる。32×ルート3プラス1分の1となってます。ただここのところですね、計算方法はこう分母と分子にルート3マイナス1、ルート3マイナス1をかけると、分母の方が簡単に有利化できます。なぜならば、ルートカッコルート3プラス1カッコ閉じるカッコルート3マイナス1はですね、ルート3の2乗マイナス1の2乗ですから、3マイナス1で2というふうに、ね、なると思います。2と32を焼きますと16ルート3マイナス16平方センチメートルというのが答えです。